普段お世話になってるライブ主催団体の k イ p r o さんのライブで「うん、プロジェクトニューズ」っていうユニットライブがあって、はい、で僕らもそこのユニットのメンバーとしてね、うん、あの入ってるんですけど、うん、全部で11組。 22人の結構でかいユニットライブで、うん「でタイタン」からも「まんじゅう大帝国」と「ちょめちょめクラブ」も入ってて、うん、あと各事務所からいろんな若手たちが入って、まあ、僕らだけちょっと先輩で、ね、あとは後輩たちっていうユニット、うん、途中から僕らこうそこのユニットに入ることになったんですけど、うん、でそ,のそのユニットの中にさすらいラビーがいてさすらいラビーがすごい人気ないっていうの結構いじられてて、うん、あの以前トークライブやった時お客さんが一人もいなかったみたいな。うん、あのバカよあなた なんていう3公演あって、うん、1>, 1公演目がゲストがま、うんじゅう大帝国で 2>,、うん、2公演目がうず、ん、きかな当時、うん、もう解散してたうず、ん、きで3公演目がさすらいラビっていうのがあって。うんうんうん まあそこ狭い劇場だから30人もいればパンパンの劇場でまんじゅうん、大天国の時30人いて渦巻、うん、の時お客さん25人ぐらいいてさすらいライブの時にお客さんが1人しかいなかったっていうことがあってこれは現実にあって、ね、<laughs> あっその1人も新藤さんのファンだったっていうことが実際あって <laughs> 実質ゼロで実質ゼロじゃねえかっていうのをすごいいじっててみたそれを言い口がほぼで言いまくってたんですねまあ僕に限らずそれはみんな言ってたんだよ、うん、だって3ライブで別に続けてあるんだよ、うん、いやいいじゃん 立ち上がって歩いたんだから、お客さんが全員。それがもうすごいじゃん。こうしてこうで、だって、その。こういりゃいいやつを、こうでこうなんだから。それええ、ほそのモーション。いや、普通、こういりゃいいじゃん。こう、い、その、なんて、二コマというか、その。二ターン選ばなきゃいけないわけでしょ立ち上がる、歩くっていうの。それですごいじゃん。立ち上がる、歩くは、するよ、誰でも。いや、でも、まあ、そういうことがあって。結構いじられてるから、それを、もう。まあ、一つの企画にしようじゃないけど。 そのプロジェクトニュースの中で総選挙をやりますみたいな企画があって2週間ぐらいネットで投票期間があって「さすらいラビー」が人気ない人気ないって言ってるけどお前らはどうなんだっていう「さすらいラビー」に負けたらこれはもうとんでもないぞみたいなこともあって総選挙をやったわけですよで22人グループじゃなくて一個,一個人でこうをやるんで,で1人1票あの同じアドレスからの連続投票は無効ですみたいなことがあったんですよ それをやって、うん、僕はもう絶対1位になりたかったから、うん、その、まあすごい,ないやいやそれはそうでしょその、うん、お前ら全員後輩だし、うん、ふざけんなよっていうそ負けたくはないけどねしその僕正直そのライブ会場には僕らのファンはまあほぼいないけど圧倒的に負けるからその <laughs> <laughs> 悲しいですた,ただこれが全国ですからねそ,そうそうあの、ネットだから、ええ どんどん呼びかけて行けばなんかもうめちゃくちゃ大差で勝たねえかなと思って信じられもう冷めるぐらいでなんかライブが変な感じになんねえかなと思ってみんながじゃあ3040んでそんなことをいやそれぐらい見せつけてやりたかったんだ 票第1ウエスランド井口730票みたいにしてこれなんだぞっていうのをやりたかったんで頑張って頑張って告知とかして滅ぼしたかったんな滅ぼしたかったけど入れてくれた方もたくさんいな日億もじゃねそんなことまでできるから投票結果あっていざこの間ね発表の日があって22人ですから1位から22位まであってまずはじゃあえ 上位五組上位5組を除いた間から発表されるん、ええ、だから十六16位かな16位から11位までとかうん、うん、発表だった、うん、6位までか6位まで発表だったかなうん。 であってば、お前その中に入って結構下入して僕はもうあの二番目に呼ばれましたから。十五位ぐらい。十五位ぐら十五位ぐらいで。で結構最下位と目されてた。ちょめちょめの小判。小判がね。あいつが十四位ぐらい。僕の一個上だったんだよな。で嘘だろみたいな、そこでなんか小判。でそれそれでも四十何票とか入ってて。いやだから。正直僕は信じられない。同情票、同情票。でも小判に入れるかね。そのやっぱ。入れる入れる入れる。お笑いを愛する心がある人が。 お前それ小判むちゃくちゃひどいことヨールでいやいやでも入れる <laughs> その小判に <laughs> 入れるよお前あれキャラクターとして優秀じゃけんなまあそれはわかるけど<の>まあまあポップだろうち,ちょっと意外で盛り上がって人小判がそこかいってなってっっ、うん、ではあってどんどん発表みんな再開予想してましたからね小判に対してね,ねでその中サスライラビはまあ呼ばれないみたいになってって、うん でまあ発表されましたってなって、うん、でちょめちょめの大島はあいつもライブ会場にファン一人もいないから、うん、あの厳しいやつ人間だからねあいつはねだけどそ YouTube とかいろいろやっててな頭良すぎて逆に頭をかすぎてパターンねそれでいろいろでもあいつを支持する人はたくさんいるからその人たちにあいつもずっと呼びかけてて結構上位に入ったんで、うんうん、入ってましたねでそっからまあ上位じゃあトップ5発表ですってなって、うん 結果僕が1位2位はまだ伏せてあって、うん、でじゃあ下位、えー、じゃあ5組もじ、うん、順々に発表していきますってなってさすらいラーメンの宇野とかはそこら辺に入ってて。うん で結果じ下位2位と上位2位だけ最後残ってますで残ってたのがおとぎ話の花里あいつどうしようもないやつあとさすが選びの中田あとマカロンの船久保っていうねちっちゃいくて可愛らしいやつね僕船久保君に入れましたかなんでお前船久保に入れたんだ顔好きじゃん入れるなで美しいもの好きじゃんまあまあそうであるけどあとフランスピアノの あいつね中川君この4人が残っててまあ船久保は可愛らしいし中川君もすごい人気なんでフランスピアノまあその2人が上位でまあもうそれ最下位はどうなるみたいな感じで中田顔を青ざさめてきてあいつ肩で息ししてまた本当に一応ニュースのリーダーなんで中田がなのに最下位だったらやばいぞ最下位だけは免れたいということで22位が最下位21位から発表しますって言って21位がおとぎ話の鼻させだったんでその瞬間も中田の顔も一気にやばくなって。 ふわ<スロー>ってなって花田とも良かったみたでもみんなもうふ<う>わぁーみたいですてですこれはひどいぞってなって<う>では再開発表しますドゥルルルル…といったら再開が船久保だったんでせいそう,そうこういうのでなんていうのあのみんな伝わるかわかんないけど <laughs> まあ伝わるように,に、ね、僕らは盛り上がりましたよそ、まあまあ、んまりまかろんとかさささやべてがる知らない人にもわかりやすく言うとあの 下位位組組と上位2組しかも22人いるうちのそれを残してて、うん、それが違うってことなんてまあないじゃないですかないないないよ 1>, 1位かなんていうのその一位か2位と思ってたやつが22位ってことなんて普通ないでしょないよなみんなえーっていうびっくりしてびっくりです伝わるかなどこまで伝わるかなからんけどその盛り上がってね今知らないでも分かるじゃないですか、うん、まあ当然 k イ p r o が結果見てその演出にしてるのはもちろんですけど、うん、ただなんていうのそれが。 そこな争いでしかないじゃん、ん普通って上二つか下二つの、うん。だからもう、<laughs> そこはもう絶対こうなることはないわけ。です、ね、そ,うそれがあったことによりもう、うわ、船久保ったらないよ。だって、一位か二位だと思ってずっと過ごす。の振る舞いをしてたわけですからね。なのに、結局あいつ最下位で。で、結果中田が二位で、一位がフランスペアの中川君で。ーわあって、終わっ私そんなことでやっぱ船久保ですよ、もう。 ももうんんだもんな、あのの中田とかね <laughs> <laughs> どうでもよくなって舟久保お前も入れたとかオープニングで喋ってたから1票は少なくともお前であいつ二十何票しか入ってないから <laughs> そのってなってうわーってなって聞いたら、あのー、いや聞いたらっていうか僕が、うん、前その名古屋行った時アイナップに「こうい、ん、うのやってるから僕に入れてくれよ」って言ったら「うん それ見てあっ久保さんいるじゃんってアイナプぅも船久保のこと好きだから船久保さんにいいでよって言ったの思い出したんだよあいつアイナプからも票入ってるからほとんど芸人票のみていかいよいよじゃねえかよみたいなことになっていやそのすごいでしょ。でパッて思い出したらその羊ネイリっていうコンビがいて細田っていうまあ頭も良くてイケメンのやつが優勝候補1位予想されてたんだよ。そうね でもその放送だから11位ぐらいだったんで、うん、その時みんなで「うわ細田低い!」みたいな時の船久保思い出したんだよ、うんうん、船久保「うわこの順位やばいぞ」とか言ってたんであいつそれは言うよ後の自分のことも知らないで、うん、だからそれを見たいその映像その船久保舟久保が最下位と分かった上での全順位を発表してる時のあいつの様子、うん、ああ振る舞いな振る舞いあ見たい見たい <laughs> すごいよなその逆転現象って見たことないからね 面白かった、あれ、うんで。マカロンもコンビで、前島っていうね相方と言って、うん、僕が始まる前に誰が最下位か意地悪にみんな聞いてて、うん、えマカロンではどっちが人気あんのって聞いたら、船久保は完全に俺ですって言ってたんだよ。じゃそコンビの人気を逆転するのも初めて見たし、その露骨に。うん、前島君、開いた口が塞がらんかったんだうな。 ずっと口開いとったよ <laughs> いやそれそうなるだろう、うんすごいよすごかったなんていうのまあ例えばウエストランドとか、うん、もしこれが逆になったら本当とにとんでもないことですよ <laughs>、うん、こっちとしてはそれはもうそれだけは怖かったけど、うん、まあそれは奥村君もそう言ってましたね、うん、<laughs> 井口さんいる上にいたら何されるか分からないから下に行きたいという謎の感情ね、うん、いやでもちょめちょめとかも、まあ、そうじゃないですか、うん、その逆にもなるし俺はほっとしたもんほんまに まあ井口が俺あの十何位五位より下はないだろうなって正直思ってましたけどまあでも怖かったですよ僕も「その入れてください」って言ったらその「うん、入れました」っていうねツイッターで言ってくる人、うん、その河本さんに入れました」みたいな人言ってマジで切れそうになってくるそういうんじゃねえんだよと <laughs> <laughs> マジでやめろそういうこと <laughs> でもまあまああのすごい面白かったな面白かったちょっと今後の動向も含めてそのライブを見に来てほしいですね面白いんでねお日たくさんいますからやっておりふなくぼにも注目です本当にかわいいし人気全然ありそうな感じなんですけどねかわいいよな実際別に人気もあるんで出待ちも結構いるしあるよだからこそ謎だから入れなくても入るでしょ的なので入らんかったんなかなちょっとねエアポケット的なのがあったのかもしれないけどねまあまあ面白かったですね ちょっと注目してみてみくださな、ね、中田は絶対同情票といじり票で2位です<笑><笑>まあねちょっとちゃんと厳密にこれから見ていこう、うん、それはねうんう日うん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 